にちは、ココです。この鉢、門の横に飾っていたのですが、パッカーンと割れてしまいました。自転車が当たってこけちゃったんです。まさかこんなに綺麗に割れてしまうとは思いませんでした。しばらくそのままにしていましたが、植え替えることにしました。もう12月ですが、今日はまた暖かい日なのでやってしまいます。よいしょ。乙女心。ファンファーレ。こかした時に頭が折れちゃったのですが、下から赤ちゃんがいっぱい。これもファンファーレ。白ボタンです。これも白ボタン。紅ちょうちん。高砂の翁。春はとってもいい形だったんです。丸い形で最高でした。今は葉っぱが短くなっていますね。色も濃いピンクで綺麗です。家にあったこの鉢に植えていきます。よく見るとひびが入っています。ここもとりあえず割れるまで使うことにしました。高砂の翁をそのまま入れます。鉢底石はいっぱい入れました。ゴールデングロウ。茎が太い子。お迎えして植え替えていません。夏にかなり葉数を減らしました。肥料をバンバンあげる園芸店で購入しました。この茎は肥料いっぱいもらったからかな。表面は苔だらけ。土もガッチガチに硬いです。植え替えないと思うと思っていた、いましたが、すっかり忘れていました。今回使えてよかったです。最近成長が良くなかったので、土を変えたらまた成長するかな。茎が長いので深く植えるようにします。鉢底石を少し取り除きました。
ルビーネックレスです。茎元はハゲハゲですが、先は勢いがいいです。さすがの根っこです。とりあえず仮置きしておきます。ブルーリボン、この子も鉢増ししたいと思っていましたが忘れていました。お世話しきれていませんね。後ろに火祭り、この火祭りはカットして刺したものです。一本一本バラバラです。枯れ葉を掃除して植えていきます。ブルーリボンは根っこが鉢いっぱいでした。元気もりもりですね。少し根を落としました。元の鉢に植わっていたグリーンネックレス、オルトランDX、紅ジョージ、ダウイ×シャビアナ、土を落とさず埋めていきます。色白の子が入ると明るくなります。短い火祭りを手前に刺します。ルビーネックレスが長すぎるのでカットします。ぷくぷくした綺麗なのを手前に刺します。少し前までお花がたくさん咲いていました。ルビネのお花は可愛いですね。上から土をかぶせます。できました。国営スパイは買ってなくて国営スタイムできませんでした。痛恨のミス。国営スパイは買ってきて一人で国営スタイム楽しみます。
思いもよらず鉢べらしができました。前よりずっと豪華になったし、中途半端だった多肉たちも輝かせることができました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ココタニック。